福岡銀行カードの皆さん、準備だ。はい、皆さん、今回の動画では、私が日本から帰ってきたのが、もうすぐちょうど1年ですね。多分5月23日に多分韓国に来ましたので、皆さんと一緒に私が、なんか日本で撮った、最後のさよなら日本の動画を皆さんと一緒に見ながら、1年前と、今と何が変わったか。正直ですね、私は、その時は、ああ、なんか2021年の夏ぐらいではもう平和になるんじゃないと当たり前にそう思いましたね、正直に言ったら。そしてコロナは、コロコナが、なんか始まるその時期にも正直、なんかちょっと大げさでしょみたいな反応でしたけど、ここまで567が強いとは。多分皆さんも、すごく共感すると思いますけど、とりあえず私、このチャンネルをまだ詳しくない方々は、福岡銀行カードのこの意味もわからない方々もきっといらっしゃると思いますけど、私は福岡に住んでて、福岡で流れた CM が、それがすごく気に入って、その後から普通に一人でいても、福岡銀行カードのみたいな感じでそうなって、それが挨拶になった説ってことですよ。はい。とにかく、私はたまになんか、ジェオさんとか、そう、会って話すのが、あ、ドンキ行きたい、みたいな、そういう話結構するんですね。なんか、特別な何かがしたいわけじゃなくて、そういう日常の中で行ったドンキとか、さらに、スーパーあるんじゃないですか。スーパーとか、そういうのがすごく懐かしいですね。行きたいし、そして海鮮丼食べたい。ってことで、皆さんと一緒にその動画を見てみたいと思います。はい、これはジュジュワールドの動画ですね。見てみましょうか。では、Let's go。一緒に見るのっていいですね。エルブナニアスジュジュイミだ。はい、皆さん、今回の動画は私が日本で撮る最後の動画ですので、最後まで見てくださったら本当に嬉しいと思います。皆さんがこの動画を見てるときは、私はもう飛行機の中、それとも韓国だと思います。私がワクワクしながら去年の12月に日本に来て、今まで生活しながら約半年生活しましたね。生活しながらいろいろ楽しい経験とか悲しい経験とかいろいろな状況があったんじゃないですか、今年。でも私は結果的にとっても楽しい時間でしたし、この時期の日本を皆さんと一緒に経験できてよかったと思います。また皆さんがいろいろ手伝ってくださって、私が幸せに、そして楽しく、そして安全に日本の生活ができたと思います。本当にありがとうございま す、ね、では皆さん、今までありがとうございました。本当に、楽しかったです。最後の挨拶しましょうか。では嫌ですよ、いえ、カジカジマ、じゃあね、じゃあね、どうでもいいお知らせ2つ目、ババン、明日から日本に住みに行きます。ああ、懐かしいですね。本当にワクワクしたな。あれも2020年や。2020年1月1日。懐かしいな。あー、めっちゃ美味しかった、あれマジで。やばかった。琉球丼食べた、この時。口。전세계코로나19확진자수가224만명을넘겼습니다. So, a lot of strange things are happening, but 遅くとも2021年の夏までに東京オリンピック4月7日に宣言した緊急事態措置を実施すべき夏までの夏までがもう切ってしまいましたね。そして何も変わってないですね。もっとひどくなりましたね。わあ、これって怖いんじゃないですか。ステイホーム日本たこ焼き暑かったなバカすぎて嫌なんだけど、ああでも美味しかった、たこ焼き すごいいろいろしましたね。ステイホームちゃんとしましたね。本当に毎日家にいましたね。せっかく日本にいたのに。
今日はめっちゃ平和な日です。平和な天気で自転車に乗ってカフェに行きます。あいご帰りたくねえぞ。あいご帰りたくねえんだ。あいご福岡銀行カードローン。あー平和だ。この平和なんで私の日本の生活が終わろうとするからこんな平和になっていく。でも良かったです。また見たらちょっと平和が来たような。海の匂いがしてきます。今海に向いてます。あいご、そしてこれは福岡タワーです。たら平和だな。いいな、いいですよね。皆さんここですぐこっち側が綺麗、グリスか、綺麗海です。すごい綺麗じゃないですか。綺麗。いやー帰りたくねえぞ。いいなーいいなー。福岡タワー、福岡銀行カードローンは永遠です。あー平和ですね。平和です。やっぱ日本はもっといろいろなスポーツを楽しんでますね。部活がある理由がある。それが理由なの。いいですね。なんかゴルフの中が収まったような気がしてたんです。日が沈んでます。私の日本の生活も沈んでます。さようなら皆さん、ありがとうございました。最後帰りたくねえぞ。皆さん、今日はマジでいい日です、うん、私の最後の旅の日が美しい日でよかった。ここがペイペイドームです。私がブラックピンクライブにいたところ。バイバイペイペイドーム、バイバイ福岡、バイバイ日本。ああよかったな。はあ、こういう感じで終わりか。はい、皆さん。時間が早いですね。そして567は強すぎますね。本当に。なんか、ちょっと絶望的なのが、この動画を撮った時期と、1年後になった今と、567の状況が全然良くなってないのがちょっと絶望ですね。でもまたいつかまた日本に行って、ドンキにもいて、ドンキ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 聞きながらちょっといろいろショッピングしたいし、そしてくら寿司にもまた行きたいし、海鮮丼も食べたいし、すき家で牛丼も食べたいし、そしてチャリチャリにも乗りたいし、ゲーセンにも行きたいし、いろいろしたいですね。皆さん、でもきっと良くなりますね。きっと良くなるよ。そうですね。皆さん、これからまた頑張って楽しい動画を作りながら、皆さんとこう楽しく時間を過ごしたらいつか567がなくなると、そう信じましょう。皆さんが私の代わりにドンキ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 言ってくださいね。皆さん、また日本で会いましょう。ってことで、